モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト、宮崎完熟マンゴー、太陽の卵 4L サイズ2玉1万5000円相当プレゼント。いやー、もともと2週間の期間限定企画だったんですが、はい、皆さんがあまりにも激しく反応を見せるので1週間延長いたしました。いやー、まあね、すごいもんな。びっくりしました。口に含んだ瞬間、なんだこれ。本当にそうです。うまい。甘くてもう香りが最高でしたね。そうですね、うん、はい、2玉ですから、だ4人家族だったら、はい、半分ずつ食べられるってことでしょ。ね、大きいですしね。半分つったらあれ、俺さ、はい、まあ7分の1か8分の1食べたんだけど、それでも十分満足でしたね。ぐらい美味しい。うん、いや、ぜひ頑張ってね、おもろい家族にメッセージをお寄せください。じゃあね、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。はい、中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。小学校6年生の息子と私のすごくくだらない話なんですが、息子が6年生に上がる少し前に、私があんたそろそろチンゲが生えてきたじゃない。もうね、まんま書いてんですよ。ひどいですよね。毛が生えてきたじゃないと聞いたら、まだ生えてない。しかし旦那に確認すると、産毛が 2,3 本生えとる場合とのこと。あのね、なんでそんなことを確認するんですか。そうなんですよ。みたい。そうなの。まあだからやっぱね、うん、あのお母さんっていうことなんでしょう。成長としてね。そういうこと、そういうこと。こんな記念すべき瞬間を見ておきたいと思って、息子にねえ見せて見せてって言ったんですが、当然断られて、でもどうしても諦められないのでしつこくお願いしてんです。でもダメ。旦那が帰ってきてその話をしていると、お母さんにも見せてやれ、お父さんが生えてきた時はお母さんに見せたばい、お母さん拍手して喜んで。嘘でしょこれ。もうなんていうか、そのここを丸く収めるためになんとなくお母さん側についたってことでしょ。すると息子が、だったら中学生になったらね。え、中学生やったらもうボーボーやん。いやよ、生えてきた今この瞬間もよくわからないんだけど。わからないんですよ本当に。今は嫌で結局見られず、私は何が何でも見たくてお風呂に入ってる時にそろりそろり。いかんいかん。そしたら、そこにおるやろ。分かっとうよ。もうシルエットで分かるでしょうね。トイレに行った息子の後をそろりそろり、もう写真。それが 2,3 日続きました。そしてまた夜のお風呂タイム、息子が小学校2年生の娘と旦那と3人でお風呂に、私はもうコソコソするのはやめてお風呂場をガラガラガラと開けて、見せろやーと。息子はとっさにお股を隠して、あっぶねー、セーフやん、くそー、あと少しやったとに。お風呂から上がってきて、本当にお願い、一瞬でいいけ、黒いのがあるなーって確認するだけやけ、いいけ見せてと必死にお願いした私。するとずっとその姿を見ていた娘が、そげーみたいなら自分の身をけばいいや。いっぱい生えとうやん。最高。あのね、うるさい、
ニーニーのが見たいとお母さんは。それからしばらく諦めてましたが、旦那がもうそこそこジャングルばい、見たいジャングルは嫌だと思っていたけど、また私の見たい欲求が勃発。そんな私を冷たい目で見る娘、何度も何度も同じ言葉の繰り返し。私と息子の攻防戦は未だ続いております。絶対見てやるそうなんですか。だからね、オチがついてないんですよ。へー、どうなったんだろう、ね、その後ね、決着がついてないっていう、すごい話だね。さあ、それからね、これいきましょうか。面白い話なんですけどね、りょうたさんです。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。初めてメッセージいたします。ありがとうございます。今年妻の妊娠が分かって、妻の実家に同居しようっていうことでリフォーム会社に相談しました。リフォームに際していろんな要望を伝えて、新しくリフォームした図面を設計会社に考えてもらうことにしたんです。その時に保管されてたリフォーム前の登記簿や図面と一緒に1枚の DVD が保管されてました。義理のお母さんにこれ何ですかって聞いたら、家を建てた時の図面データよと言われて、前の設計会社の人はそんなデータもちゃんと保存してくれてたんだと思いながら、設計図面もあるし昔のデータなら今のソフトで使えないと思って、その DVD は設計会社に渡さなかったんです。で、後日何回目かの打ち合わせの時、ふとお母さんから DVD のデータ見てみようかと言われて、パソコンでデータ見てみることにしました。しかしデータがない。何かムービーみたいだ。パソコンにムービーソフトが入ってなかったんで、 DVD レコーダーで再生してみることにしました。もしかしたら新築した時の胸上げのムービーかななんて思いながら、妻、義理のお母さん、私で再生すると、いきなりなんかタイトルみたいなのが現れて、水着の女子、そして裸、AV ストップ。映像停止しましたが、2人とも固まってました。もしこれを設計会社の人に渡してたと思うと、ちなみに設計会社は私の知り合いだったので恐ろしいことになるところでしたそして本物のデータはどこに。実はこの DVD 保管して触ったことが今まで一度もないらしく、ということはもともと設計してくれたおじさんが犯人なんでしょうか。すごいね、こんなことがあるんだね。ありますか。はあ、間違えて、DVD データをですね、渡してしまってた、おじさんの私物だったんでしょう。おじさんかどうか分かりませんけどまあまあおじさんなんでしょうけれどもね、分かんないけど、まあだからどっかで入れ違ってっていうことでしょうね。いや、それからね、その本当は DVD を見ようとした時に、あ、これ図面が入ってるってなった時に、もう取引先に言えないよ。そこですよ。そういうことだったのかもしれません。さあ、おもろい家族パート2はお昼12時からです。モーニングジャム